こんばんは、速稼塾の久保です。ミスターマイアミさんは朝かな今、日本はですね、今21時になろうとしております。もう夜ですね。はい、今回も動画ありがとうございました。そうですね、継続することってすごく大事だってよく言われますけども、あのネットでなんか稼ぎたい人の、まあ、現象としてね、すごく面白いものがあるんで、ちょっと聞いていただけますかね。今現実に、ネット活動で利益を出してる人って、あの例えばね、 YouTube で稼いでる人って YouTube をやってるんですよ。ずっとずっとずっとね。ブログで稼いでる人ってずっとブログやってるんですよ。でメルマガで有名な川島和正さんって方がいらっしゃるんですけども、この方は私がね、ネットビジネスを始める2013年よりも前にメールマガジンってのをやってるんですけども、未だにやってるんですよ。で年商が1億とかね、言ってるわけなんですけども、いや、儲けてる人は、あのそれ失礼しました、儲けてる人はね、それをずっとやってる、未だにやってる、そして未来永劫もやってるだろうというふうに考えられるんですよね。でも、あの儲かってないんですって、いろいろやったんだけど儲かってないんですっていう人は、じゃあ今何に継続してますって聞かれた時に、継続してるものがないんですよ。とりあえずないんですよ。で継続してる人がいる中で、まあ、利益を安定的に出すフェーズっていうのはまたね、次のレベルなんですよね。だから継続すれば何でもかんでもいいってわけではないですけども、少なくとも継続することがなければ、そこから継続的な利益は出てこないというふうに考えた方がいいかなと思います。本当にね、あの何をすれば儲かりますって聞かれること本当に非常に多いんですけども、何をすれば儲かりますかではないですけども、儲けるために何をあなたはずっとしますっていうふうなね、まあ、質問はしないですけども、意地悪になっちゃうんで、うん、そういうふうにね、こう心の中にいつもありますね。でもう一つね、例えばね、速稼塾に入ったら儲かる保証はあるんですかって聞く方は今いないんですけども、以前結構いらっしゃったんですよ、始めたばかりの時とかね。でその時私が答えていたのは、儲かる保証をしたいですけども、あなたは継続する保証をしてくれますかって言ったら、いや続かないかもしれませんって言うんですよ。続かないんだったらとりあえず難しいですねと、どこまで続ければいいんですか、いや、とりあえず私のレベルまでは続けてくださいってことですよね。で私以下のレベルで稼いでるっていう例を、私はちょっとね、あまり熟成の中では知らないんですよ。だからネットビジネスの世界に限らず、ビジネスの世界って自分が参入する前からやってる人が山ほどいて生き残ってるんですよね。そういう人に同じステージで戦おうとするわけですから、結構厳しいと思います。例えばですね、なんかマイク・タイソンっていうボクサーいますよね。マイク・タイソンのリングに今ね、そのまんま初心者ですって上がっていって、試合なりますかね、10秒ぐらいリングの上に立ってられますかね。多分ね、数秒で殺されると思うんですよね。で私たちはネットビジネスの世界に入るってことは、マイク・タイソンとかね、それからもう、ね、アントニオ猪木とかね、古いですけども、タイガー・マスクみたいな人がいるリングに上がりますよって言ってるのと一緒なんですよ。ネットビジネスの世界とか投資の世界って、例えば投資の世界って仲間らトレーダーみたいな人がワンサといて毎日生き残ってるんですよ。そういう人のところに、はいお願いしますって言って、よく命があるなと思いませんか。いや、私はね、本当にそのぐらいの危機感を持ってやってるんで、ライバルに殺される前に力をつけないといけないなっていうぐらいの気持ちで、スタートはしましたよね。そこ行くと、ライバルっていうのはとりあえず継続は当たり前にやってるんですよ。工夫も当たり前にやってるんですよ。じゃあそういう人たちが勝ち残ってる市場に、工夫もしないで継続もしない人が生き残ってられますかねと。ブワーンとマイク・タイソンパンチ食らって、あっという間に吹き飛ばされてね、全身骨折で再起不能ですよ。そうなるんではないかなと思いますよね。例えば皆さんもね、いろんな仕事されてると思います、例えば電気工の仕事されてる方、私が初心者ですって言って同じレベルで仕事を明日からできますかね。できないと思うんですよ、ね、もう日々継続していろんなことを学んで、工夫して試行錯誤して怒られてってのを繰り返して、やっとものになると思うんですよね。他の業種でも多分一緒だと思うんですよ。私がケーキ屋さんに行っていきなりケーキ作れますかって言ったら作れないですよ。じゃあどんな素材で作られてるのかすら知らないですよ。どんな手順なのか、どこで仕入れればいいのか全く分かんないですよね。でネットビジネスも同じで、ネットビジネスの世界に入りました。どんなことをすればいいんですか。どんな商品を売ればいいんですか。どんな商品を作ればいいんですか。どんなメディアを構築すればいいんですか。どこに商品出したらいいんですか。どんな商品が売れるんですか。全く分かんないですよね。で分かったところで、教えてくれる人がいるとしたら、これが売れるよって教えてくれる人がいるとしたら、その人は売ってるわけなんですよ。ってことは、教えてくれた人と同じ土俵で同じものを売るわけですから、それは勝てないですよね。だから同じことをやれば、教えてくれた人と
ガチで試合することになりますから、まずは強大なライバルがいるんですよ。ですから教えてくださったこととかいろんなことをね、自分流にカスタマイズして、大きいマーケットでやった方がいいのか、小さいマーケットでやった方がいいのか、自分が作ったマーケットで勝負するのか、もうねここは工夫の連続ですよね。そして工夫してこうだとね見つけたものは人に教えちゃダメですよ。教えるものってのはすでに使えなくなったから教えると思った方がいいです。例えば投資の案件とか、あのビジネスのね商材とかいろいろありますけども、それはですね、それを使ってた人がもうねその方法では売れなくなったんで、最後の一勝負かけるために昔売れてた方法ですっていうのを隠して、はいこれで儲けましたっていうのをね、タイムラグをつけて出すわけなんですよ。だから儲かるわけないんですよね。いや儲かるのは非常に難しいです。売った人が試行錯誤して過去に売ったものですから、もっと試行錯誤しないといけないんで、かなりレベルの高い話になってきているということです。それを承知で販売者って売るんですよ。ずるくないですか？ずるいっていうか、これはね情報の量の差なんで、情報がたくさんある人は今私が話したような仕組みを理解して、まあみだりに手を出さないようにすると思います。でも情報の量が少ない方、いわゆる情報で弱者の方っていうのは、自分が情報強者にならない限りはずっと情報弱者でかもられっぱなしです。で、挙句にはね、情報弱者からかもるなって言ってますけども、いや情報弱者で居続けたのはあなたでしょって話なんですよ。だから情報をね閉じられてるわけではないですから、有益な情報を自分で検索して、そして脳に入れる自由はあるわけですよ。それを禁じられてるわけではないですからね。じゃあそれを日々繰り返していって、初めて見た商材でもきちんとからくりが分かるとかね、初めて見かけた人、初めてプレゼンかけた人でもその人の意図が分かるように脳を鍛えていく、そのためにはやっぱり時間が必要なんじゃないかなと思います。そして私のお話していることっていうのは、ブログの構築にしても YouTube にしても、まず量をやったんですよ。自分なりに量をやった結果、その量の中からなるほどこうやったらこういう効果が得れるのかっていうようなね、体験法則を見出したんですよね。それがいわゆる質っていうふうに呼ぶものなんですよ。ですので私の体験法則を皆さんに当てはめたところで、同じ結果が出るかどうかっていうのは非常に分かりにくいですね、それはね。で、私の顔とか私の声で YouTube を使ってるから反応があると思いますし、じゃあ私以外の声と顔でやればまた別の結果が出るわけなんですよね。ですからね、丸々コピーするのは基本的にスタートラインなんですけども、そこからいかに自分流の工夫をしていくか、自分流のスパイスをね、やっていくかってことになると思います。これをですね、TPP と言います。徹底的にパクるってことなんですよね。そしてスパイスをちょろっとかけるとオリジナリティが出ます。これが自分のマーケット、 TPPS ですね。スパイスをちょっとかけるんですよ。そして動画の継続ができない方、ミスターまゆめさんが言われたように、私に動画を、私の名指しで、私にメールで動画を添付して送っていただくと、私は必ず返信します。で、ラリー動画をやれば動画の本数増えていくでしょ。ラリー動画をやったら私のアンサーがありますから、それは乗ってくるじゃないですか。やめる理由は減りますよね。で、私のアンサーがあまりにもくだらなかったら多分返信する気にならなくなると思うんで終わるかもしれませんけども、私もね一生懸命返信を100話300話500話続くつもりで私も返信しますんで、ぜひね私の方に動画をどんどん投げていただければ、とりあえずは私は必ず見るっていうようなね、そんな動画が作れるんではないかなと思います。それでは今回は以上です。